北海道札幌市。人口200万都市がこのような豪雪地帯に位置するのは世界でも大変稀である。故にこの北国に住む人々は昔から独自の文化の中で生きている。寝雪になったので明日からミニスキー登校です。忘れんなよ。ミニスキー登校だかなんだか知らないけどね、何なんですか北海道。はい、ということでね、もう冬の風物詩と言ってもいいんじゃないでしょうか。ミニスキー通学が北海道で始まりました。高校生の子学校行くときにミニスキーを履くという文化なんですけども、石川さん、いやー懐かしいですね。あ、やっぱり僕もほら北海道でしょ。はいはい、高校時代ずっとミニスキー通学してましたね。あ、やっぱりそうなんだね。なんまら懐かしいですね。サイヨンジカナです、よろしく。久しぶりの日本楽しみだわ。久しぶりね、楽しみだわ。これから女子学生たちがこうチャラ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 こうつけてね、改造して、あれ高速違反ですからね。全道大会だってよ、ミニスキーの。外国人留学選手対石子はさ、助っ人外国人呼んできてるって言うじゃないの。大丈夫、うちの学校は。え、私にお任せくださいませ、校長。さ、サイオンズ君。私に負けなどありえません。努力して勝利をつかむ。なんでそんなにこだわるの。勝ったって何も変わんないじゃん。好きなものが嫌いに変わるだけ。おう、得意だろそれ。小さい頃から競争ばっかり、勝っても負けても結局いいことなんてなかった。あいつはどうしてもお前に自分の夢を託したかったんだよ。私には勝つことが全て。知恵と悪努力をしても勝たなければ何の意味もない。勝ちたい、勝ったり負けたりで熱くなれんのも案外短いぞ。絶対に負けたくない、誰にも負けたくない。絶対に私が勝つ。女子高戦記。